はい、格闘オタクニュースゾウの雑博です。今回はキックボクサーヤーマン、 MMA ファイター金太郎挑発問題についてです。平達郎選手の UFC デビュー決定動画のついでに撮ってます。今回ライジン大晦日で反則クソ野郎コージに勝利したヤーマン選手の挑発問題について話していきます。正直ヤーマン選手はそこまで注目されていた選手ではありませんでしたが、オープンフィンガーグローブでのキックボクシングルールで山口兄弟に勝ち、中村寛選手に勝ち、そしてチャンスをつかみ、おしゃべりクソ野郎コージと試合することで株を上げました。そして自分の生い立ちや成り上がりストーリーをツイッターなどでつぶやくことで知名度が上がりつつあります。 MMA にも挑戦すると匂わせていたので、今回金太郎選手に喧嘩を打ったということで MMA でやるのかと思ったところ、実際はキックボクシングルールでの挑発でした。金太郎選手に2連敗の金太郎は、今は金が取れてどう太郎だ、そして次ヤーマンの方が勝って太郎にしてやるみたいな挑発でした。今回なぜヤーマン選手ことヤーマンピーマンテマンが批判されているかというと、これはパンチャンリナ選手もそうなんですが、なぜか喧嘩が売ってる方が格下の上に自分の都合のいろいろで戦おうとしているので批判されているのです。ヤーマンピーマンテマン選手はもちろん金太郎選手よりも人気はなく、ただただ一回コーチ選手と戦って名前が上がっただけです。であれば金太郎選手に喧嘩を売る際は MMA をやるということで喧嘩を売るのが筋なのにもかかわらず、自分が有利なルールで戦おうとしています。もちろん金太郎選手はスルーするでしょう。あまり格闘技を分かってない人からすれば MMA もキックボクシングもそんなに変わらないと思いますが、実は全然違います。どれぐらい違うかというと、冬季オリンピックと時藤三郎ぐらい違います。言ってみればハンドボールとバスケットボールぐらい違うと言えるでしょう。例えばハンドボールの日本代表選手とバスケットボールの日本代表選手が戦うのを思い浮かべてみればわかるのではないでしょうか。キックボクシングがハンドボール、 MMA がバスケットボールです。ボールをドリブルするっていう点では同じですが、最終的なゴールが違います。ただ選手層が厚いバスケットボールと選手層が相模オリジナルに薄いハンドボールではアスリートの質が違います。おそらくバスケットボールで日本代表の195超えの超人的なアスリートがハンドボールで試合をしたとしてもいい試合する可能性は高いでしょう。しかし逆にハンドボール日本代表がバスケットボール日本代表とバスケの試合した場合は何もできずに勝てないのがオチです。それぐらい MMA とキックボクシングルールは違います。キックボクサーが MMA をやったことないのに戦えばコロッと負けてしまうでしょう。しかし MMA ファイターがキックボクシングルールで戦えばワンチャン勝てる可能性があるのです。特におしゃべりクソ野郎コージであれば金太郎選手はもしかしたら勝てるかもしれません。これぐらい差があるのに、ヤーマンピーマンテマン選手は自分の勝てる有利なルールで戦おうとし戦われているのです。そう考えるとライズ王者のブラックパンサーベイノア選手はキックボクシングでチャンピオンにもなったにもかかわらず MMA で挑戦し、1戦目にドミネーター選手、2戦目も外国人のそこそこの選手、3戦目にディープ王者の武田選手と戦うという快挙を達成しています。これこそ男を挙げるというのではないでしょうか。やはりキックボクシングと MMA は似てるようで全然違う競技です。言ってみればしょうもないグラビアアイドルと AV 女優ぐらい違うのです。しょうもないグラビアアイドルは結局ゴールは IT 社長や格闘系 YouTuber と結婚することですが、 AV 女優は自分の身を削って稼いでいます、成り上がっているのです。それぐらい重さが違うと思います。所詮ヤーマンピーマンテマン選手はテマン止まりで AV 女優にはなれないでしょう。以上となります。しょうもない動画撮ってしまいました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。